2006年、アメリカ合衆国テキサス州のジョンソン宇宙センターで宇宙探査機スターダストが持ち帰った資料が到着した際に勝利を意味する V サインを掲げた研究員。V サインは人差し指と中指を指先を離すようにして伸ばし、他の指は折ったままにする手のジェスチャー。文化的文脈やその形を取る手の提示の仕方などによって様々な意味を持っている。特に、 第二次世界大戦中の連合軍側の陣営においては、勝利を意味する V の字をかたどった仕草として広く用いられた。イギリスや、それと文化的なつながりの深い地域の人々の間では、手のひらを自分の肩に向ける形でこのサインを示し、相手への敵対、挑発のジェスチャーとする。また、多くの人々は、単に数字の2を意味してこのサインを用いる。 1960年代以降、V サインはカウンターカルチャー運動の中に広まり、通常は手のひらを相手側に向ける形でピースサインとしても用いられるようになった。手のひらを自分に向けた V サインで不別の絵を表している歌手ロビー・ウィリアムズ。飲酒運転で逮捕され、マグショットで V サインをするアメリカ合衆国の俳優スティーブ・マック・イーン。平和と友情のサインとして、 V サインをするカシュリアーナ2011年撮影2009年イラン大統領選挙に関連して抗議行動をする人々 V サインの意味合いはある程度までは手がどのような位置で提示されるがによって異なってくるこのジェスチャーを手のひらを自分の側に向けて部別の表現として行うことはしばしばファックサインに相当するものとみなされるこの手の形は英語では フィンガードサルで、ザ・ロング・ボーマン・サルート、ザ・ツー、ザ・ロズ、ザ・アジア・ニャ・コート・サルートなどと称され、さらに、スコットランド西部では、ザ・トング、オーストラリアでは、ザ・フォークスなどとも呼ばれ、手首や肘から、V サインを突き上げる形で示されるのが、一般的である。手のひらを、自分の側に向ける、V サインは、イングランドでは久しく部別のジェスチャーであり、 やがてイギリスの他の地域にも普及したが、このような意味での V サインの使用は、おおむねイギリス、アイルランド、ニュージーランド、オーストラリアの範囲に限られている。このような V サインは、特に権力に対する挑発や、軽蔑、嘲笑を表現する。このジェスチャーは、アメリカ合衆国では用いられず、オーストラリアやニュージーランドでもすでに古風な表現と、みなされるようになっており、 代わりにファックサインが用いられることが多い。部別の表現としての手のひらを自分の側に向ける V サインの例として、1990年11月1日付のイギリスのタブロイド紙、ザさんは一面に国旗ユニオンフラッグの袖口から突き上げられた V サインの図を掲げ、その横にお前のケツにぶち込め、ドロールと見出しを打った。ザさんは ヨーロッパ中央政府の構想を提唱していた、当時の欧州共同体欧州委員会委員長、ジャック・ドロールに対して日本指を掲げるよう、読者に呼びかけたのである。この記事はレーシズムだとして、批判を集めたが、当時の新聞評議会は、ザサンガミの編集長が、英国の利益のためには非護を乱用することも正当で、あると表明したのを受け、苦情を取り上げなかった。イギリスでは一時期、 ハーベイという故障が、こうした、無別の表現としての V サインを意味して用いられたが、これはフランスでは、カンブロンヌの言葉、カナダでは、トルドー・ケイレーレが、一本指を立てる、同様の仕草を意味したことがあったのと同様の現象であった。この故障は、障害飛び越し競技の選手であったハーベイ・スミスが、1971年に、ヒクステッド全英飛び越しコースにおいて開催された。 イギリス飛び越し競技ダービーで優勝した際、テレビに映る形で V サインを行ったとして失格とされたことが由来となっている。ハーベースミスは同様に大やけの注目を集めることになった他の人々と同じように勝利のサインをしたのだと主張した。また、時には外国から訪れた人々が西の敬礼を、それが地元民にとっては 不愉快なものであることを知らずにしてしまうこともあり。例えば、アメリカ合衆国大統領だったジョージ H w ・ H.W. ブッシュは1992年にオーストラリアを訪問した際、キャンベラでアメリカ合衆国の農業助成金に対して抗議行動を行っていた農民たちのグループにピースサインを出そうとして、結果的に部別の V サインを出してしまったスティーブ・マック・イーンは1971年の モータースポーツ映画、栄光のルマンの終幕の場面で、手の甲を外側に向けたイギリス式の V サインを見せている。このジェスチャーは、写真家、ナイジェル・スノードによるスチル写真に残されており、マック・イーンにとっても、この映画にとっても、象徴的なイメージとなった。バフィ、ー、恋する十字架第4シーズンの、静けさのエピソードにおいては、ジェームズ・マースターズが演じるスパイクが、このジェスチャーをやっている。 この場面は第5シーズンのオープニングクレジットにも使われている。この部分を検閲除去して放送したのはこの番組を夕方の早い時間に放送していた BBC2 だけであった。2007年に出版されたグラフィックノベルクレシーでイングランド人のサッカーオーレン・エリスは長級の敬礼が1346年のクレシーの戦いの際に退却するフランス人騎士たちに対して イングランド軍の旧兵たちによって行われたという想像を盛り込んでいる。この物語の中では、イングランド軍の中でも身分の低い超旧兵たちが、1066年のノルマン征服以来イングランド人たちを侵入させてきた上流階級のフランス人たちに対する怒りと、挑発の象徴としてこのサインを用いたとされている。しかし、この作品はあくまでもフィクションである。 広く繰り返し語られている伝説によれば、日本指の敬礼内視 V サインは100年戦争中の1415年に起きたアジンコートの戦いにおいてイングランドとウェールズの長級兵たちが行ったジェスチャーに由来するものとされている。この説によると、フランス軍はイングランドやウェールズの長級兵たちを捕らえると、弓を引くために必要とされる指を切り落とす習慣があったとされ、 このジェスチャーは、旧兵たちがまだ指があるぞと敵に誇示し、あるいは、ダジャレも込めて、プラックユーを引く、ユーをドーンのーに置き換えると、お前からかっぱらってやるの意図挑発するものであったという、旧兵の話の起源は分かっていないが、プラックユーのダジャレの方は1996年に書かれたある電子メールから広まったものと考えられている。この旧兵を起源とする説は、 信頼できるものではなく、フランス軍なり、他のいずれかのヨーロッパ大陸の勢力の軍勢が、捕虜とした旧兵の指を切り落としたという証拠は何も存在しておらず、当時の一般的な習慣として、活かして捉えれば、大金の身の白金が得られた貴族たちとは異なり、戦場で捉えられた身分の低い敵兵は、捕虜としても身の白金を得られる価値もなく、即決処刑されるのが普通であった。 伝えられる話の内容にもかかわらず、イングランドにおける侮辱としての V サインの使用について、曖昧でない証拠といえる最古のものは、ロザラムのパークゲート鉄工所の前で、撮影されるのは嫌だという意思表示でこのジェスチャーを行った労働者の姿が映像に残された、1901年までしか遡れない。1950年代に子供たちへの聞き取り調査を行ったピーター・ O.P. は、著書、 ザロアランゲージオブスクールチャイルドレンの中で子供たちの遊び場における侮辱のジェスチャーとしてはより古くからあった手を開いて親指を自分の鼻につける仕草がスタレサインに置き換わったのだと述べている1975年から1977年にかけてデズモンド・モリスら人類学者たちのグループがヨーロッパにおける様々なジェスチャーの歴史と普及の広がりを研究し 乱暴なガニを持つ V サインが基本的にはイギリス諸島の外では知られていないことを明らかにした。1979年に出版されたジェスチャースゼアオリジンズンディストリビューションにおいて、モリスはこのサインの起源として様々な可能性を議論したが、確定的な結論に至ることはできなかった。1941年1月14日、 ベルギーの元法務大臣で BBC で放送されていたワロン語放送ラジオベルジックの責任者だったビクトル・ドラブレイは放送の中で第二次世界大戦が続く間戦いの印としてワロン語で勝利をフラマン語で自由の意味で V サインを使うことをベルギー人に呼びかけたこの BBC からの放送の中でドラブレイは占領者はこのサインがいつも 同じように再現なく繰り返されるのを見て自分が包囲されていること多数の市民たちの群衆に取り囲まれてどこかで弱みを見せないかどこかでヘマをやらないかと監視されていることを悟るだろうと語った数週間のうちにチョークで書かれた V 字がベルギー、オランダ、フランス北部の至るところに現れたこの成功を契機として BBC は V4 ビクトリーキャンペーンをはじめ、ニュース編集助手だったダグラス・リッチーが、ブリットン大佐役を演じた。リッチーは、耳に聞こえる V サインとして、モールス信号の V のリズムを使うことを提案した。ベートーベンの公共曲第5番の目覚ましい冒頭部分が同じリズムであることから、BBC はこれを、ドイツ側が占領していた、ヨーロッパの地域に向けた外国語放送のコールサインとして、 戦時中ずっと使用した音楽の教養を備えた人々にとってこの運命の動機は第三帝国の扉を叩くものでもあった。BBC はドラブレイが紹介した V サインのジェスチャーの使用も奨励した。1943年有名な V サインのポーズを取るウィンストン・チャーチル。 1941年7月には V 字の象徴的な使用はドイツ占領下のヨーロッパの全域に広まっていた。7月19日、イギリスの首相であったウィンストン・チャーチルは V4 ビクトリーキャンペーンについて演説の中で肯定的に言及し、以降手で作る V サインを自ら使い始めた。はじめのうちは手のひらを内側に向けたり、 は巻きを指に挟んだ状態でもこの仕草を見せた。後に戦争が続いていくと彼ははっきりと手のひらを外側に見せるようになっていった。チャーチルは従者から他の階級にとって手のひらを内側にするジェスチャーが何を意味しているかを説明されてからは適切にこのサインを出すようになった。やがて連合軍側の他の指導者たちもこのサインを用いるようになった。シャルル・ド・ゴールは 1942年以降、晩年の1969年至るまで、すべての演説の際に V サインを用いた。1942年、イギリスのオカルト信奉者アレースタークローリーは、1941年2月からの V サインの使用は自分の発案であると主張し、これはナチスによるハリ十字の使用に対する魔術的な対抗手段なのだと述べた。彼の主張によれば、 彼はこの考えを BBC に所属していた友人に伝え、さらに、ミコとのつながりを介して、海軍情報部に伝え、チャーチルの承認を得たのだという。クローリーは、自身が1913年に出版していた、著書、マジックの中で、V サインとハリ十字を同じ図版の中で使っていたことも強調した。1974年8月9日、ホワイトハウスを離れるニクソン。 アメリカ合衆国大統領だったリチャード・ニクソンはこのジェスチャーをベトナム戦争における勝利の印として用い彼にとっても最も広く知られたトレードマーク的な行いの一つとした彼は1974年にウォーターゲート事件で辞任した際にもこのジェスチャーをしたベトナム戦争に反対する抗議者たちやその後の反戦活動あるいは カウンターカルチャーの活動家たちは、このジェスチャーを平和のサインとして取り入れた。当時のヒッピーたちは、手のひらを外側に向けたこのサインを出しながら、ピースと声を出したので、このサインは発生との結びつきから、ピースサインとして知られるようになった。V サインのジェスチャーをする、日本人の若い女性。二千六年、東京で撮影。手のひらを外側に向ける、V サインは、日本人がよくする仕草であり、 特に若者が堅苦しくない場面で写真にポーズを撮る際に見受けられる。この行為についての一つの説明によれば、これは北海道の札幌で開催された1972年の東京オリンピックに出場したアメリカ合衆国のフィギュアスケート選手、ジャネットリンの影響によるものであるという。彼女はフリースタイルで転倒したが、尻餅をついても微笑みを絶やさなかった。 結果は3位に終わったが、その陽気で熱心な姿は、多数の日本人視聴者たちに長く影響を残した。リンは人よにして、有名になった。平和運動の活動家でもあったリンは、しばしば V サインをお見せ、これが日本のメディアによって報じられた。日本人はこのサインが、第二次世界大戦後の連合国軍による占領に結びついたものであることを承知していたが、リンは、 1970年代以降のアマチュア写真においてこのサインが広く使われるようになったきっかけとしてしばしば言及されることとなった。しかし、日本ではこのサインの普及に影響を与えたのは1960年代後半のベトナムに平和を、市民連合のベトナム反戦運動と1971年のコニカの広告であったと一般的に考えられている。 日本ではこのサインの人気が高いため、携帯電話の絵文字が存在し、ユニコードにも2文字シーケンスの U プラス 270C としてがある。中国大陸、香港、韓国、台湾においては、V サインは写真撮影の際に広く見られるポーズである。これはカジュアルな場面ばかりでなく、フォーマルな場合にも使われることがある。香港、韓国、台湾ではこの V サインが ピース、平和を意味しうることも、侮辱の意味で用いられる場合があることも、ほとんど知られていない。この、サインの意味は、勝利であると考えている者も,もいれば、ハッピーな感情を意味する、イエーであると考える者も,もいる。彼らは、このサインを、手のひらを内側にも、外側にも向けて用いる。レフ・バウェンサとジョージ・ H.W. ブッシュ。1989年7月撮影。ありがとうございます。